の一つ北海道の旗。本校では旗に図示されている北海道省についても合わせて解説する。北海道省同期、同省とも1967年に制定された。いずれも開拓史の旗印である北新記を由来とするので、この北新記についても前史として本節で解説する。北海道開拓史は青字に。 赤の御両性を描いた旗を用いており、この旗は北新旗と呼ばれ、道民に親しまれてきた。このデザインは当初、開拓市の紅葉船で船長を務めていた、エビスエジローが紅葉船の希少として使い始めたものが、開拓市全体の旗印として定着し、1872年2月に、正式な開拓市の旗となった。同年9月、開拓時間。 黒田清高は、北新機のデザインを変更し、赤い五両星を七両星にすることを政府に要請したが政府はこれを拒み、黒田のデザイン変更案は、幻となった。その後、1878年に開拓市は、北新機の形容を取りやめ、1882年に廃止。根室県、札幌県、函館県の三県一局時代も三県を、 再統合した旧北海道庁の時代も特定の旗や気象を作成することはなかった。1960年代に入り、他の都府県で相次いで都府県旗が制定されたことから北海道でも1969年の街道100周年を目前に道端を制定する機運が高まり、道内で活動する複数の美術団体にデザインを依頼。 寄せられた7500点以上のデザイン案を、北海道期、北海道省制定委員会で選考し、1967年3月31日に、栗、谷川健一と栗屋川が代表を務める、北海道デザイン研究所講師らの共同研究による案を採用することを決定。5月1日の道国寺第775号、 北海道省及び北海道端により制定された。また1992年には道庁のアイデンティティを明確にするべく、北海道庁基本デザインとして、道省をモチーフとした道庁のロゴマークが設定されている。道省は北新機の御両性を現代的イメージで七光星として表現し、先人の開拓者精神と大しく伸びる北海道の 未来を表している。なお、道正に関しては、道木と異なり配色の指定は特に定められていない。同期の配色は、かつての黒ダーンをベースに、北の海や空を表す紺を地色とし、中央に配置された道正の配色は、同民の不屈のエネルギーを表す赤い七両星を、後期と風雪を表す白い光で囲んでいる。 1991年には、道庁の親しみのあるデザイン化検討会議による視覚情報媒体のデザイン改善の一環として、北海道庁基本デザインが制定され、北海道のシンボルである青色の道章を未来へ果てしなく伸びる道を表した右を太く、左を右線の2分の1の細さとした2本の緑の、 縦線で挟み、マーク全体で豊かな可能性に満ちたイメージを持った、北海道の頭文字の H を表現し右上に、粉自体による北海道を描いたロゴデザインとした。ありがとうございます。